今日さっき起きた時にまたですね、車中泊してたんですけど、火が入ってきて、でまたむしろ状態になって、多分今日が一番地獄かなと思うぐらい暑くて、まあ、あの世やなと思ったんですけど、パッて目が覚めて、わ、生きてると思って、よかったと思って、で、なんか今日に限って奇跡的なんですけど、もうホテルを前もって取ってて、人間って多分車中泊って大体4日間ぐらいは続けるの、5日間ぐらいになってきたらもう絶望的な気分になるんやなと思って、たまたまなんですけど横浜でビジネスホテル取ってたんで、まあ、そこに、チェックインしに行きたいなと思うんですけど、まあ、現在がまだ11時なので、チェックインが2時で横浜なんで、ここから1時間ぐらい車であるので、まあ、それにめがけて昼過ぎぐらいに出ようかなと思ってるんですけど、自分を褒めてあげたいぐらい、なんでこのタイミングでビジネスホテルどちらかわからないんですけど、まあそれのおかげでなんか今日は生き返れそうな気がして、なのでかといって無理して遠出することもなく、もう今日は急用に備え、急用に当てたいなと思うので、でしばらくもうちょっと休憩してからチェックインめがけて横浜に行きたいなと思いますので、今がもうこれ以上限界の声で、目を開けるのもこれが限界で、まあ、もう少し本調子になってきたら、運転していけると思うので、それまでちょっとゆっくりしたいなと思います。はい、それではですね、今からご飯行くんですが、横浜の鶴見っていうところに行ってるんですけど、鶴見駅の真ん前にあるビジネスホテルに泊まってるんですけど、まあ、そこの近くになんかつけ麺屋さんがあるみたいで、でそこの評価高かったんで、こんな機会じゃいけないんで行こうかなと思うんですけど、僕実はつけ麺がちょっと苦手で、こんだけラーメン好きで麺めっちゃ好きな雰囲気出してるんですけど、つけ麺が苦手で、なんでかわからないんですけど、なんかつけ麺って美味しいなと思うんですけど、なんでスープと麺を分けてるんかっていうのが僕全然わからんままで、一緒にしたらもっと美味しいのにって僕は思っちゃうんで、どうしてもつけ麺は敬遠してるんですが、そのつけ麺屋さん、今から行くとこは一番人気がつけ麺らしいんですけど、まあ、そこであえてラーメンを頼もうかなと思いますので、そちらに行きたいなと思います。いただきます。力士の方なんかね、なんか表とかも全部そうやったから、多分そうなのなと思ったんですけど、魚介系でとても美味しかったです。では、ホテル戻ってきました。ホテルがこちらです。じゃん。では、寝ます。はい、それではただいま1時44分。ちなみによくこの待ち受け駅質問いただいて、どこでダウンロードできるんですかって聞かれるんですけど、確か Yahoo で iPhone 手書き壁紙ってやつが出てくるはずなんで、まあ、もし興味ある人がいたらやってみてください。僕もどうやってやったかわからないですけど、視聴者の方からなんか教えてもらって、ああそうやって検索するのやって知ったんで、よく質問いただくのでそれで検索してみてください。でもこっからですね、今日はもう特に今動きないので、ちょっと久々にベッドで寝たいなと思いますが、その前に一回ちょっと風呂入ります。おはようございます。ただいまがですね9時半という感じで、6時間ぐらいずっと寝てて、で今起きたんですけども、まあ、ちょっと晩ご飯に今から行こうかなと思ってます。晩ご飯はなんかこの辺は僕は知らないんですけど、チェックインする前に見たら店の裏手側に焼き鳥屋さんがあって、その焼き鳥屋さんが日曜日と木曜日、今日日曜日なんですけど、日曜日に半額って書いてたんで、焼き鳥、ほんならちょっと一回行ってみようかなと思って、ちょっとふらーっと一人で焼き鳥屋さんに行ってみようかなと思ってます。なんかこういう行ったことないの行くのもちょっと旅行の醍醐味っぽい感じの雰囲気がしますが、まあいつも通り別に特に人目は気にしないので、この寝癖スタイルでもちろん行きたいなと思います。では行きます。
では行くんですが、ホテル出てもう真後ろにあるんですけども、看板が出てるこれですね、こういう旅行の時になんかふらーっとなんか近くの店行くのってなんかちょっとワクワクする感じですが、出ました本日焼き鳥半額、ダダン。鶏せんべいとか、では行ってまいります。それでは行ってきました。一人で行く焼き鳥屋さんって、しかもこう旅行先で行くっていうのがいい感じでしたね。今日は一杯だけやって、でなんかちょうど半額やったから、ちょっとサクッと食べたんですけど1560円ぐらいで収まって、ほろ酔いな感じで、あとはファミリーマートに行ってお水買って、でまた寝たいなと思います。なので今日の動画的には何かを特にしたわけでもなく、特に何か買い物したわけでもなく、特に何か新しい映像を見せたわけでもなく、ただ寝るのがメインな一日でしたが、旅行に来てもたまにはこんな日がないとあかんなって思いますし、これが嫁蔵と来てたら間違いなくこんな一日は過ごせないので、とっても有意義な時間を過ごせたなというふうに思っています。ではですね、僕のこの旅もですね、もう言うてる間にそろそろ終焉を迎えて、多分次回が、最終回ぐらいになると思うんですけど、明日帰るつもりではいてるので、遅くとも明後日にはちょっと用事があるので、明後日の夕方にはもう関西に帰らなきゃいけないので、次回かその月ぐらいがラストになると思うんですが、楽しんでいきたいなと思います。ではですね、いつも通りここまで見てもらってありがとうございました。